西佐川駅は高知県高岡郡佐川町にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は K12。当駅はもともと海正鉄道不設法別表102号にある愛媛県松山付近より高知県おちを経て佐川にイタリル鉄道の分岐駅として作られた。JR 四国バス松山高知急行線はこの構想を継いだものである。 プラットフォーム2面3線の地上駅。高知駅、久保川駅間の CTC 火事に一線スルー化されており、写真左の1番線より上り、副本線、上下本線、下り副本線となっている。2番線が一線スルーの通過線となっている。松山方面の分岐駅として計画されたので、1番線と2番線の間が広くとってある。駅舎は2016年10月。 佐川町に譲渡された。佐川町の整備により耐震補強が行われるとともに、屋内トイレ、待合室、交流スペースと、ニオドブルー観光協議会の事務所が設置された。前述のように2番乗り場が上下本線となっているが、運用上ではもっぱら特急列車の通過線として使用され、停車列車は副本線を方向別に使い分けている。 1997年冬季の青春18切符のポスターに登場した駅である。ありがとうございます。